伊勢丹新宿店は今日から衣料品、バッグ、時計や骨董品の買い取りを始めました。持ち込んだ品を専属の販売員が査定し、買い取った商品は提携先に売却します。値段のつかないものは引き取り、衣料品などは資源としてリサイクルします。新しい消費をお客様に促進していただくと、現金をお返しした後にぜひ伊勢丹の中でご利用いただければというふうに思います。別の店舗で実験したところ、1年でおよそ2000件の買い取りをし、およそ8割の客が受け取った代金で新しい買い物をしたということです。